JR 西日本キハ127系機動車、越後キめき、鉄道 ET122 系機動車越後キめき、リゾート雪月下越後キめき、リゾート雪月下は、越後キめき鉄道が2016年から保有する、機動車である ET122 系1000番台、及びその車両を用いて、同年4月23日から運行されている列車の、相性である。本項目では、 車両と列車の双方について述べる。いわゆる観光列車やジョイフルトレインにあたる車両、列車であり、越後ときめき鉄道ではリゾート列車の故障を用いている。列車のターゲットは北陸新幹線で新潟県上越地方へやってくる外部からの観光客であり、主に越後ときめき鉄道線内を周遊し、車内では食事を提供する。 設計デザイン統括とプロデュースは、エジごときめき鉄道の車両、サイン類のトータルデザインを手掛けた、株式会社一番線の川西康幸、食事など接客サービスのプロデュースは、新潟県に拠点を持つ、株式会社自由人の岩佐重郎が担当した。本社は、2016年度グッドデザイン賞、鉄道ともの会2017年、ローレル賞など国内外で、 多数の賞を受賞している。2015年3月14日の北陸新幹線金沢延伸に伴い、新潟県内の平行在来線である JR 東日本新越本線、JR 西日本北陸本線はそれぞれ越後ときめき、鉄道明光和根馬、ライン、日本海翻水ラインとして、それぞれの JR から分離された。この遺憾にあたっては、当初より、 リゾート列車の運転が計画された。しかし、デザイナーの川西曰く、2011年頃の時点では、機動車2両を製作し走らせるということのみが決まっており、具体的なことは何もないところからのスタートであったという。その後、開業前の2014年に策定された同社の経営基本計画中で、沿線の観光振興に寄与するリゾート列車の運行と、 リゾート列車の車両2両の申請が発表され、開業前の2015年1月からはデザイン案が公開され、2016年3月31日付で車両が落成した。営業運転は2016年4月23日から行われている。白、虚偽の監視で使われた、雪、ガツ、花という自然の美しい景物を指し、日本では展示て四季折々の良い眺め。 四季を楽しむといった含みを持つようになった、五、雪月下に由来する。しばしば、雪月下と略されることがあるが、正式には、越後も含めて、愛称としている。愛称は、デザイン案の公開と同時に公募を行い、時鉄社長の島津忠道や、川西ら民間の有識者からなる、愛称名検討委員会で検討されたが、委員の中で大勢を占めた、応募されたものを参考としつつも、 自分たちできちんとしたストーリーを組んで名付けるべきである。との意見から、応募案からは選ばれず、島津が発案した原稿のものが採用されている。選定理由については、当地の識明量な土地柄を端的に表現するもの、とされている。日本国内における同種の車両としては珍しく、完全な心臓車として落成している。 列車は2両の車両から構成されるが、それぞれ異なる点があるため、各車ごとの設備、際については、各車小説で述べる。エチゴトキメキ鉄道線は全線で電化されているが、うち日本海ヒスラインは、自社車両による列車を、機動車である ET122 型で運転しており、本車両も機動車として製造されている。このため、機器類、性能をはじめとした多くの部分は、 ET122 型をベースとし、形式もベース車両と同様の ET122 型とされ、1000番台に区分された。なお、本車両は、設計デザイン統括の川岸康幸に取り初の基本設計も含めていった鉄道車両である。トータルコンセプトデザインコンセプトは、新潟県にしかない観光列車の決定版を作り上げ、全く新しい視点と、車窓、 五感を楽しむ旅の時間を提供するである。また、全国に観光列車が乱立していることを踏まえ、心臓車であることを活かし、新潟県ならではのデザイン、雪月下にしかないサービスを提供し、インパクトのある鉄道車両デザインが施行されている。また、オールメイドイン新潟が標榜され、製造を、新潟県に工場を持つ新潟トランシスで行っただけで、なく、衣装の多くに、 新潟産品が使用されている。例えば、車内外に使用される、金属類はすべて円、三上地域のものであり、内装に用いられる木材は、格号車および場所ごとに異なる新潟ゆかりの国産木材を用いた。また、デッキバーブなどの床材は、滑り止めも兼ね、鉄道車両史上初となる瓦床材を用いている。このほか内外装ともに、新潟の式や、 雪月下をモチーフとした愛称が施されている。なお、各種表記類のフォントには、アクシスのアクシスフォントが用いられている。エクステリア車体は、ET122 系基本番台と異なり、全面展望を意識した、非貫通の普通構成編運転台車両とした。国内最大級の展望を確保するべく、車両限界ギリギリまで天井高が確保され、側面窓は、 屋根剣部まで伸びている。この側面窓は日本国内最大級の大きさとなっており、結露防止、断熱性向上のため2枚の服装ガラス管にさらに乾燥空気の層を封入し密閉した構造としている。また、遮熱性を備えた UV カットガラスを用いている。窓割りについては、車内の座席配置と最適化されている。 上皇扉は片開き式のものが後くらい側に配置され、おぼ肪短式の半自動扱いが可能となっている。外部塗装は沿線風景の新しいシンボルとして、風景の中で映えることを意識し、銀種色に手塗りで塗装されている。前面や側面にロゴと共に配されるイラストは、春の桜、夏の海、秋の月、冬の雪であり、四季を表現している。 インテリア内装は和モダンを基調とし、乗客を新幹線のグリーン車、またはグランクラスに乗って観光地に向かわれる層と仮定し、一等車クラスの居住性を確保すべく、座席幅は北陸新幹線 E7W7 系のグリーン車、グランクラス以上の 550mm シートピッチは新幹線グリーン車やフランス SNCF が運行する高速列車、 tgv の一等車並みとした。また、見たことのない長望体験、乗るたびに異なる旅を提供すべく、様々な座席配置を設定し、運転室直後に関しては、通常より床面が 600mm 高いハイデッカー構造を取る。家具類の製作は、山形県の天道木工が担当した。客室内の照明は照明プランナーの三島が監修し、ダウンライト、 天井照明、スタンド照明を用い、すべて LED 式としている。加えて、日本国内の機動車では、初となる自動調光制御を搭載し、客室内の色温度を変化させることで、ガラス面への映り込みやクレア現象を軽減している。走行機器類戦術の通り機器類は、ET122 系基本番台と共通化されており、 最高速度時速 100km での運転も可能である。走行機関としては、下級機及び吸気冷却装置付きの小松製 s a a 6 d 1 4 0 a g e 2を1台搭載する。このほか空調装置などのサービス用電源装置として、エンジンの駆動力を利用した発電機と整流装置が搭載されている。空気圧縮機はベルト駆動式である。台車は、 円水積層ゴム式軸箱支持方式を採用したボルスタレス台車である。全員寄りには二軸駆動式の動力台車、後位寄りには付随台車を配置する。ブレーキは機関ブレーキ、排気ブレーキ、併用電気指令式空気ブレーキが採用されており、台車ごとの制御が行われる他滑走防止機能を持つ。基礎ブレーキ装置は同軸が踏みづらいユニットブレーキ、 受軸がディスクブレーキと踏みづらいユニットブレーキの併用となっている。冷房装置も基本番台と同様、集中分散式の w a 7 0 7 a を各車2台搭載するが客室部の天井口を確保するため2台ともデッキなどが配置された後くらい、側車端部に集中配置されている。運転台についても基本番台に準じた横軸にハンドル仕様であるが、 非貫通型となったことなどにより、機器レイアウトが若干中央となるよう変更されている。また、後述の通り運転上は、ワンマン運転を実施するため、それに対応した設備を搭載している。運転台には、車両情報制御システムとして搭載されている TIX のモニターが設けられている。保安装置については、基本バンダイにも搭載する ATS、PS 車上司のほか 近隣では、北越急行北北線などで使用される ATS-P の車上紙も搭載し、広範囲の運用を考慮している。e t 1 ET 2 2 1 0 0 1 e t 1 2 2 1 0 0 1一振り、病高高原砲の先頭車。身体障害者対応設備を持つ。自長43.0トン。外装は、雪の結晶があしらわれている。車内は、 キメが鮮やかな越後杉と豊かな実りの黄金色をモチーフとし、村上氏さ産の越後杉の家具を使用している。座席は大半が日本海翡翠ライン内で、日本海、妙高姉馬、ライン内で妙高山、焼山を向くよう配置されたラウンジ席であり、客室単のみ、ボックス席としている。運転室直後のハイデッキ部は、フリースペースとして、すべての乗客に開放され、 材質とベンチシートが設置されている。また、後くらい側に設けられたデッキの連結面よりには、車椅子対応の多目的トイレ、男性用トイレ、洗面所を備える。ET122-1002ET122-1002、直江津型の戦闘車。時長43.0トン。外装は、桜の花びらがあしらわれている。車内は、 レストラン車両としての使用を念頭に、妙高市のブナ林をイメージしたブナ材の家具を用いた落ち着いた風合いとし、座席配置は日本海、妙高山側から1プラス2配列のテーブル付きボックスシートとしている。ボックスシートは通路側の肘掛けを短くし、机の形状を窓側から通路側へ狭くなっていく形状とし、座りやすさを向上させている。また、 背もたれを一部削ることで左右に身を乗り出して景色を見てもらいやすくしている。2名掛けについては、座席は3度ほど椅子を窓側に振ることで、眺望性を確保し、乗客同士の視線の交差を避けている。運転室直後のハイデッキ部については、定員4名のセミコンパートメントとなっている。客室後くらい側には、カフェバー、桜ラウンジを設け、この部分は、 高田城の夜桜をイメージし、カバー桜を内装に用いている。以下、突起ない限り、2018年3月時点でのもので、ある。通常運行の列車については、すべて越後ときめき鉄道主催の旅行商品として設定され、乗車の際は、電話による事前予約が必要である。また、オーロ、袋は別商品として発売されているため、 続けての乗車を行う場合はそれぞれ予約が必要である。プランは片道食事込み17,500円となっており、通常、子供料金の設定はない。予約は一人から可能であるが、一人の場合原則1号車へ案内される。なお、2号車ハイデッキコンパートメントについては2名以上からの予約となり、追加料金が必要となる。このほか。 食事なしのプランが設定されているが、2017年7月3日、受付分以降、食事なしプランの受付は、食事を食べられないように、往復でご利用となるお客様のうち、片道分の食事のみ希望される方に限定されている。途中下車は原則としてできないが、病高高原駅での往路への乗車、袋からの下車が可能である。また、 コース中に下車観光が含まれている場合がある。なお、予約した乗車日当日は乗車証の提示で、越後ときめき、鉄道全線が無料で乗車可能となる。コース運転開始以来、通常運行では土曜、休日中心に、上越明光駅糸井川駅間で1日1往復運転している。2018年3月17日以降のダイヤでは、往路は、 上越明高駅を出ると途中日本儀駅でスイッチバックを体験してから、明高高原駅に向かって折り返し、日本儀、上越明高を通過。直越駅で進行方向を変えた後、糸井川へ向かう。一方、袋は糸井川駅を発車後、途中くびきトンネル内に設置された筒石駅に停車して、直越駅へ向かい、上越明高駅を通過し、 日本儀駅でスイッチバックを体験した後、妙高高原駅を経由、そのまま日本儀駅を通過して上越妙高駅へ向かう。食事食事付きプランでは料理が提供されるが、機動車であり、車内での電源容量を十分に確保できないことから、メインの料理については、車内で極力手を加えない、弁当形式としている。内容は、オー袋で異なり、 オーロは10日、調子出身の飯塚龍太が監修し、直越のホテルセンチュリーイカヤが調整した、フレンチ、袋は糸井川の割烹、剣や監修、調整の和食となっており、いずれも弁当とは別でスープスイーツがつく。また、ウェルカムドリンク、食後のコーヒーのサービスがある。別料金では、桜ラウンジで沿線の地酒、ワインなどをはじめとする。 アルコールソフトドリンク類、弁当、おつまみセットが提供される。なお、2016年8月6日の運行よりプランを問わず、外部からの食品の持ち込みは基本的に禁止されているが、直越駅などでは駅弁などの販売が行われ、これらについては車内への持ち込み、飲食が可能となっている。スタッフ食事の提供などを行う。 アテンダント、観光案内などを行う専属車掌がそれぞれ乗務、する。いずれも本列車の専属であり、運行のない日は、事務、営業などを担当している。なお、雪月下は運転上は、ドア扱いなどを運転士が行うワンマン運転を、行う。チャーター便2016年9月より平日に、旅行会社の貸切チャーター便としての運行を開始し、車両の稼働率を上げている。 冬季特別運行当初冬季についてはダイヤが乱れやすいことなどを受け運休を検討していたが運行初年度より冬季特別運行が実施されている2018年度の冬季運行については11時半から午後にかけて運行される1便のみの運行となり運行日により途中経由値が異なるいずれのコースも途中駅で長時間停車し下車の上バスを用いたツアーが組まれる 運行経路は、一部コースで、通常運行で入線しない、糸井川伊勢の日本海水ラインに入線し、折り返し設備の都合上愛の風と、山鉄道線白駅への入線が組まれている一方で、豪雪地帯である妙高ワネウライン、荒井駅以南への入線は各コースとも行われない。料理については、運行日によりフレンチか和食のいずれかが提供される。 他社線乗り入れ経営基本計画の段階から、北北線や品野鉄道、大糸線など他社線への乗り入れも含め、運行ルートなど様々な検討を進めますとされ、営業運転開始後に特別運行として実現している。詳細は、遠隔も参照。過去の定期、冬季運行、停車駅運行開始初年度の2016年度の実績では、 通常運行とチャーター含めた売上高が計画費17%増の約6770万円乗車率が通常運行で計画の60%をわずかに上回る61.1%と比較的好調な営業成績を残しているただし初年度は初期費用が加算だことから利益はほとんど出ていないとされている乗車率については当初 上越妙高駅発便は、食事付きプランのボックス占有率が95%となる一方、糸井川発便の食事なしは時間帯の問題などから50%を割っていた。その後隠してこいれや評判により、1年目の時点で、往路、袋ともに乗車率およそ6割とほぼ同じとなっている。また、同列車では、地域住民のもてなしを重要な魅力の一つとしており、 日本儀駅、名立駅など、停車駅での地域住民による、地域特産品の販売ともてなし、直越駅での駅弁立ち売り復活など、地域住民を巻き込んだ活動が展開されている。また、和食の食事をプロデュースする、鶴木屋は、2016年12月22日の、糸井川市大規模火災で消失したが、本列車の弁当を提供するために翌年1月8日、 運行分から仮設の調理場で調整を行っており、復旧への足がかりとなっている。2017年、ローレル賞受賞後、記念ステッカーを全面に貼り付けて運転した。本列車及び車両の受賞した賞については、以下の通り。ありがとうございます。